さて今回は、インポスター。今回はっていうか毎回インポスターだけどな。ちょっとそこうるさいよ。さてどう動く？とりあえずボタン向かってから考えようか。え？シリアルキラーってなんだ？あ、そういえば今回はモッドベアだったわ。モッドになんて入って大丈夫か？多分大丈夫でしょう。無理さが心配してるのはそういうことじゃないと思うわ。お前なんかがモッドでやれんのか？って話だ。失礼だな、勝てばいいんでしょ。勝てば。その通りだね。というわけで今回の役職構成は、こちら。いつもバニラでしかやってこなかったやつが、モッドなんて大丈夫かね？いつもバニラやってたのは私たちだけどね。これはチャンスかな？そろそろボタンも押されそうだしな。計画通り。見事に死体消えたわね。エレキで死体発見です。ダブルキルか。このキル直近ですね。緑さんは貨物室で見たよ。あ、抜けた。うまく死体消えたわ。いいが、この後どうするんだ？私のキルは、監視点見えてないはずだから、素直に位置情報を出して白くなりに行くよ。それでいいかもね。最終は、コミ前からエンジン左付近。パンダ、ぶっこいたかな？ぶっこいましたね。ダウンロードしてました。情報合ってます。どんどんアップロードが最終です。最終ラウンジ。青がコックピット。はい、青はコックピットです。イグロちゃんはコックピット入って今行きます。あれ、茶色コックピットいたかな？まあいいや、一塊で白位置にしちゃおう。私はメインコグだな。4位置です。それは黒い。青とタンは今回のキル関われないね。はい、男子専門というのは無理だと思います。ここで来るから白出しは正直美味しい。あとは甘くラインつないで、この後のキルに備えよう。僕は最終キッチンパセセンテの真ん中ら辺の通路です。茶色点灯。展望デッキで黒確認してます。茶色って下行った？コックピット行ってません。茶色コックピット行ってなかった。大丈夫、私手が下に下ってるの見てる。位置合ってそう。見間違えた？何間違えか。うまく偽装できたわね。一瞬ヒヤッとしたけどね。わざわざ黒位置に入っていくから。あ、私は新作です。料理位置です。最終位置から精査して、ブレーキ緑が黒位置として警戒することとなった。次も安定の左脇か。左で結構死になったからね。タスクが集中してるのかもしれない。と言いつつ右へ向かう強靭インポスター。というか、役職横にある数字は何だろう。あ、自殺タイマーだな。え、だから自殺タイマーだ。通常のキルクールが30から大幅に減少する代わりに、60秒以内にキルできないとシリアルキラーは自殺するのよ。やばいじゃん。だから早くキルしないと死ぬぞ。あと30ちょっとしないじゃん。あ、だから急ぐ。雑でも何でもやらなきゃ死ぬ。ここにいたのは仲間か。急げ急げ急げ。こんなごちゃついてたらキルできないわね。そんな野鳥のこと言ってられない。こっちは人いないか。ユニットまであと少しだな。どうするんだ。もうお土産するしかないか。もう黄緑でいいや。せっかく前回のキルの良い位置だったのにね。残念、青がコックピットいたようだな。頼む、そっちに行かんでくれ。終わったな、レン。終わった。私のシリアルキラー会終わった。フキコです。バイタル情報13秒前です。この後青が証言して釣られるんだろうな。やっちまった、本当ですか。最終位置エレクトリカルです。キッチンにいた人は関われそうですね。最終コックピットです。フキコ来て。フキコ入ろうとしてたわ。最終キッチン。フキコならダンは無理だと思う。最終セキュリティ、同じくセキュリティ。ダミスロ出せる。あたせたいはエンジンなんか落ち着くね。前回も今回も黒は空き位置か。けど、黒エンジンで見てないな。これはジェスターか。私最終キッチン。私も最終キッチンなんだけど、黄色バナナいた？え？いたよ。見てないな。それ言うなら私は黄色は見てるけど、赤は見てないんだよな。結構左に固まってて容疑者が多いのは好都合。だけど、青が証言したら全て終わる。誰かが貨物を上に向かってるのは見てる。あ、それ俺も見たぞ。それ多分私ですね。エレキバイタルから移動してます。でも全然喋らないな。まさか、マットメイト。そうか、そういうことか。あんたは私を守ってくれてたんだな。それなら王のためにも勝たないとな。その後会議は流れ、よ
容疑者を絞れないまま終わった。思わぬところから味方が現れたな。記事は絶望的な状況だったからね。本当にね、あそこでレポートしてマットメイトだと気がつくまで青のフォトクルーだと本気で思ってたからね。しかし住民賛同で次進行にならなかったのも随分謎だったけどな。容疑者多すぎて絞れなかったからなんじゃ。だとしてもインポスターさん、サイドキック作れないとはいえ生存していれば人材4のクルー視点絶望的な状況で釣らない意味がわからないけどな。おおよそ半分が人材ならクルーは釣らないと勝てないね。タスクも全然進んでないみたいだし。そういうことなんだぜ。この状況2分の1で人材なら釣った方がいいかもね。やあやあシロさん、キル進んでますか？あれはキルできてないね。そういう私もできてないけどね。チャンスだ、これがチャンスだ。あとは仲間のキルを待つか。一応クールダネも忘れずにね。完全勝利。初手キルは完璧に決まったんだけどな。2回目のキルがね、完全にマットメイトに救われたよ。まあマットメイトはインポスター陣営だからチームの勝利ってやつだね。画面の表記上マットメイトが出てきてませんが、その後の感想戦で青がマットメイトだと確認しました。この動画が良かったらチャンネル登録高評価 Twitter のフォローをよろしくお願いするんだぜ。あ、あと他の配信者さんたちからのお誘いもお待ちしています。 Twitter の DM までお寄せください。それではご視聴ありがとうございました。